以上が今回の番組内容でした。それでは次回11月23日月曜日祝日から放送予定の番組内容をお伝えします。町の出来事では市内で行われた様々なイベントや行事などの模様をお伝えします。定例記者会見での市長からの発表の内容をお送りします。津市の歴史や名所、旧跡、観光情報など魅力あふれる町津を案内するコーナー、津コレ。次回は市西駅周辺をぶらり町歩きをお送りします。今回のミニ情報のコーナーは11月1日現在の住民登録数をお伝えします。世帯数は123,384 世帯で、前月より173世帯減少しました。人口は28,3172人で、うち男性が137,358人、女性が145,814 人で、前月より全体で69人減少しました。歴史を楽しく学びながら紅葉に彩られた津偕楽公園や海の玄関口津渚町、イベントが行われる中心市街地を歩きませんか。11月23日月曜日祝日、秋の彩りと郷姫高虎さんゆかりの地ウォークを開催します。当日午前10時30分から午前11時30分までに近鉄津駅西口に集合してください。コースはおよそ8キロ、先着で津のおいしいものプレゼントや地元自治会によるふるまい鍋、キッチンカーや屋台が集合するイベント、戦国武将のお出迎えを楽しむことができます。ぜひご参加ください。このあと45分まで市役所からのお知らせをお伝えし、45分からは三重テレビで放送中の津市情報発信番組ツイートツイートから、10月25日に放送しました芸能地域の見どころ紹介をお送りします。次回も津市行政情報番組まるっと津ガイドをぜひご覧ください。このふるさとみんなの優しさがする。